こんばんは。今回は木星モデラー山田賢治の世界というタイトルのついた作品展から新作 D のベルネッタスペチュアルをご紹介します。こちらは1966年バティスタ・ピニファイナが最後に手掛けた個体です。前回の展示会っていうかこのイベントの後で初めて作られたのが2年前に作られたのが D のスペチュアレ、D のベルネッタスペチュアレ、これはあの選んだ理由は何でしょうか。やっぱりどんなところに D の初めてのデザインということで、やっぱり形がねものすごく面白いじゃないですか、見た目に、そうですね、で4つ目だし、っていうんで面白いなっていうんで作ろうと思ったんですけど、なかなか資料を集めるのに苦労しましてね、ただあの FB のに今度はこういうの作るんだよっていうふうに言ったら、まあ何かとかいろいろ資料を上げてくれる方々も増えてきまして、なんとかこうなったら外観ぐらいはできそうだなと思って、いい絵があったんですよ。真横とかね、真正面から見たところとかね、まあ、図面もラフな全体のサイズが分かるぐらいの図面が出てきたんで、じゃあもうこれだけあればできると、あとはちょっとした写真があれば写真を見た目で寸法を出してくればいいなってで作ったんです。そうですか、すごいですね。まあ結構ね、まあ、形が面白いから、ピニファイナーがデザインした有名な車ですけど、山田さんのおっしゃる形が面白いというのは反面作りづらさが作るのが難しいということですが、数ヶ月間にわたって山田さんが制作した過程を Facebook で発表していらっしゃいました。それを少しだけご紹介しましょう。一番あれ苦労したのはやっぱりあれですよ、フロントのカバー、フロントカバー、透明なカバーなんてちょっと苦労しましたね。あの木型作って、ストーブでプラスチックを温めてギューッとこう圧着したんですけどね。そうですか、非常に原始的な作り方なんですけど、でもその分に見えないですね。なんとかね、収まりが収まってすごいぴったり収まってますもんね、だからあのノーズの部分を木型のまんま一体で作って、それをカットして、それをベースにしてプラスチックをかぶせたんですよ。グダグダになったっていうか、ストーブで温めたやつ。そうなんですか。それを 2,3 枚作ったら一番いいのを使ったんですけどね、だからエンジンね、そんなに粗がなく、いやそうですね、綺麗にできたな。綺麗にできてますよね、あとボディとかなんかはこう苦労されたところはありますか。やっぱりあれはあの独特のフロー、曲線を持ってるから、随分苦労しましたから、あの味を出すのに、山田さんのフェイスブックを拝見してるとプロセスがずっと出てましたけど、見てますけど、制作過程が出てましたけど、やっぱりかなり削ったりしてるところの画像が多かったり、そういうところは難しいですか。やっぱり最近のデザインにないもんね。フェンダーの絵があんなに丸まってて、なんだ後ろのリアの方がぐっとこう直線になってるなっていうデザインがあんまりない車、まあ面白いデザインだね。相当足したりつけたり、つけたり削ったりそうですか。こっち削りすぎて今度右側があれなんだ。いいね、それが面白いんだよね。まあそうですよね。でこの後作られたのが2号の TDF でしたっけ。これを仕上げたな。F40 作られたんですか、これはほら機能の状態で仕上がってたやつだから。そうですね、前回に展示されました、それをお客さんがいつ仕上がるんですかって言うから、
じゃあ生きてるうちには仕上げますよって言うんで仕上げて、で展示会までにちょっと時間があったんで、今度山田さん何作るって言うから、これ作ってよっていう要望を、この TD、ルソか、ルソ、はい、これ作ってっていう方が非常に多かったの、このプレキシガラスで覆われた4灯のヘッドランプが山田さんが最も難しかったところだそうです。こちらはご自宅の作業場でほぼ完成した時の写真です。エラーリらしさを強調したボディサイドのエアーインテークはこの D のベルリネッタスペシャルから始まっています。ボディの滑らかな曲線を材木で見事に表現できるのは山田さんがエンツォ・フェラーリに対するリスペクトの大きさに他ならないと感じました。